オーシャンシティは、アメリカ合衆国メリーランド州東端ウースター郡に位置する町である。大西洋岸中部地域にあり、休暇を過ごす人々が、たびたび訪れる場所として名高い。2010年国勢調査での人口は7102人に過ぎないが、夏の週末の人口は32万人から34.5万人になると推計されている。年間では800万人が訪れるとされる。 夏の間に限れば、ボルチモア市に次いで、メリーランド州で人口第2位の町である。デラウェア州にもまたがるソールズベリー大都市圏に属している。オーシャンシティの歴史標識、2013年8月、撮影。町の歴史を簡略に伝えている、オーシャンシティともに、周辺地域の多くが建設された土地は、イングランド人、トマス・フェンウィックが、 インディアンから取得したものだった。1869年、実業家のアイザック・コフィンが、最初のビーチに面したコテージを建設し、有料で客を受け入れた。当時の訪問客は、駅馬車や渡し船で旅してきた。彼らは、海岸沖で釣りをし、砂浜の長い帯に打ち寄せる大西洋の自然美を楽しみ、貝殻を集めあるいは寄せてくる波を座って、ただ見つめているだけだった。 それから間もなく、簡素な寄宿舎が砂浜に建てられ、メリーランド州東海岸、ボルチモア市、フィラデルフィア市、デラウェア州ウィルミントンなどから、著名な実業家を引き寄せる活動があった。彼らはサシを調査するためにも来ていた。そこを開発する判断がなされ、250の区画に切られ、土地の開発を助けるために会社が設立された。 その会社の4000株が1株25ドルで売られた。1870年より以前、現在のオーシャン式となった場所は、太陽への敷除のリゾートと呼ばれていた。街で最初の大きなホテルである、アトランティックホテルは1875年7月4日に開業した。このホテルは当初アトランティックホテルカンパニーが所有していたが、1923年に、 チャールズ W パーネルが買収することになった。現在もパーネル家が所有し、経営している。海品と対応の他に400室以上ある部屋のビジターには、ダンス室やビリヤード室もあり、長年オーシャンシティでは最も北にあるアトラクションとなっている。1878年には、観光客がバーリンから列車で来られるようになり、街を横切って、サインパクセントワンの岸に行けた。 1881年には、サインパクセント湾を岸まで横切る線が完成し、ボルチモアチェッサピークアトランティック鉄道の旅客を直接、街のフィラデルフィアアベニューにある駅に連れてきて、帰りは大西洋で獲れた魚を大市場に運ぶことができた。オフシーズンのオーシャンシティリエオーシャンシティリエは1933年の大きなハリケーンで形成された。このハリケーンは、 サインパクセントワンを横切る鉄道も破壊した。この入り江はオーシャンシティとアサティーグ島を分離した。アメリカ陸軍工兵司令部がこの自然の作用を利用して入り江をオーシャンシティの高級的な南端にした。この入り江で大西洋の漁場へのアクセスが容易になったのでオーシャンシティは大西洋岸中部の重要な漁港になった。1930年代後半。 アメリカ陸軍工兵司令部がオーシャンシティの湾側に新しい水路を春節し、大型船がサインパックセント湾に入れるようにした。この春節度はオーシャンシティの西岸に埋められ、シカゴアベニューとセントルイスアベニューを作り出し、以前は湿地でしかなかったところが新しく開発できるようになった。オーシャンシティは戦後のブームの間に起きた地域の急速な拡大ゆえに、 メリーランド州でもよく知られる街になった。1952年、チェサピーク湾橋が完成し、ボルチモアワシントン大都市圏から容易に来られるようになった。1964年、チェサピーク湾橋トンネルも完成し南への新しい道が開かれた。オーシャンシティは東海岸最大級のリゾート地となった。1970年代までに大企業が繁栄し、 1>, 1万5000戸以上の集合住宅を建設し、高層集合住宅の壮大な景観を作り出したので、投資家は一別で対応と打ち寄せる波を見られるようになった。しかし、1980年代を通じて、さらに1990年代に入って、海浜の幅が縮み始め、一連の海浜再生プロジェクトを始めた。 当初あった桟橋は1994年の火事で焼けた。桟橋の外れ近くに小さなウォーターパークや大型の通り抜けお化け屋敷があり、ボードウォークの側にはニューオーリンズスタイルのハリウッド・インワックス・ミュージアムがあった。1980年代後半、このロー人形館がホトンレーザータグに転換された。その建物は現在、リプリーのビリーブ・イット・アノット。 博物館になっている。2002年、オーシャンシティは、数百万ドルをかけて、海浜再生プログラムを実行しており、海浜が西に移動するのを遅らせようとしている。海岸沖から大量の砂を組み上げ、それを海浜に撒いている。オーシャンシティはのビルが並ぶ前に、砂丘船が再構築された。2006年の観光シーズンが終わった後に、新たな類似プロジェクトが始まった。 サンディポイントサイトとセントポールズ・バイ・ザ・シー・プロテスタント、エピスコパル教会が、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。オーシャンシティのボードウォーク、南を望む夕暮れ時のボードウォーク、北を望む今日のオーシャンシティ地域は湾を越えて、西のバーリニア、オーシャンパインズに広がり続けている。以前は、オーシャンパインズショート試験に入っていたが、今は、 ソールズベリー大都市圏に吸収された。リゾートの全体で年間約800万人の観光客を受け入れている。オーシャンシティは現在南の入江からデラウェア宗教に向けて9マイル以上広がっている。その退場地にホテル、モーテル、アパート、ショッピングセンター、住宅街、集合住宅がある。南端はオーシャンシティボードウォークである。このボードウォークは街の主たる ショッピング地区であり、娯楽地帯である。ここには、フィッシャーズキャラメルポップコーンやスラッシャーズフレンチ、フライズなど多くの著名な企業もある。その他、ドールズソルトウォータータフィ、アトランティックスタンド、ダムサーズデイリーランドなどもある。トリンパーツリッチズとザピアという二つのアミューズメントパークもある。ザピアは、近年姉妹アミューズメントパークに合わせて、 ジョリー・ロジャー・アット・ザ・ピアと解明した。中心街であるオールドタウンはビクトリア様式など古いスタイルの家屋が並んでいたが、その多くは近年壊されて駐車場、ホテル、集合住宅などになった。オーシャンシティは漁業としてもレクリエーションとしても釣りの長い歴史がある。超自身が世界の西馬カジキの首都を自称している。夏にはカジキ、マグロ、 カマスサワラなど釣り人に好まれる魚を求めて多くの貸船や個人要船が出港する。8月初旬には世界最大級の釣り大会ホワイトマーリンオープンが開催される。西マカジキ、西クロカジキ、マグロの大物を釣り上げた時の賞金は100万ドル以上にもなることがある。町の年間を通じた人口は約8000人であり、町そのものが大雇用種である。 夏の雇用はその数倍にもなり、東欧やアイルランド生まれの多くの学生や青年が雇用機会を求めてくる。夏の間、企業や政府機関は約100人の季節警官さらに消防士やその他の労働者を補充する。オフシーズンの観光は過去10年間にわたって活況を呈するようになった。6月から8月の暖かいシーズンは海浜のオープンや その他多くの活動によって多くの観光客を引きつけている。ショルダーシーズンは春のセントパトリックデーからメモリアルデー週末まで、秋のレイバーデー週末から10月末まで行事で盛り上げられている。11月と12月は地元の行事や天候に応じて多くの施設が開けられている。このショルダーシーズンの行事にはサンフェスト、スプリングフェスト、H2OI、バイクウィーク、 クルージングウィークエンド、ウィンターフェストオブライツ、リーチザビーチなどがボードウォークやオーシャンシティ会議場を会場に行われている。ゴルファーやこれら行事に来る人の交通が増えて季節のレストランやホテルも長期間空けているようになった。オーシャンシティはアメリカ同時多発テロ事件で命を亡くした消防士に捧げる記念を混流した。この記念碑はボードウォークの上、 入り江から約6ブロックの位置にある。消防士の彫像、彫刻のあるレンガと石、ニューヨーク市で崩壊したワールドトレードセンターツインタワーのかけらが置かれている。オーシャンシティでは毎年メリーランド州消防士大会が開催されている。これは6月の1週間を使って行われ、会議場で行事やコンテストが行われて消防士を表彰し、パレードで終わる。 ノーザンオーシャンシティには多くの高層集合住宅やホテルがある。例えばセンチュリーアイ、シーウォッチ、ゴールデンサンズクラブ、カルーセルなどである。この地域は、その大都会のようなスカイラインゆえに認知しやすいオーシャンシティ海浜のパノラマ、集合住宅の中から2013年7月の午後、遅くに撮影オーシャンシティの桟橋と海浜オーシャンシティは、 北緯38度23分29秒整形75度04分11秒北緯38.391526度整形75.069712度38.391526-75.069712に位置しているアメリカ合衆国国勢調査局によれば領域全面積は六点三七平方マイルでありこのうち 陸地4.41平方マイル、水域は31.96平方マイルで、水域率は87.87% 87である。オーシャンシティは、フェンウィック島と呼ばれる太陽に対して、バリアとなる差しの上にあり、島は、オーシャンシティ、デラウェア州のサウスベサニー、フェンウィックアイランドに広がっている。オーシャンシティの南端は1933年の、チェサピーク、 ポトマックハリケーンによって形成された入り江である。降雨や潮汐によって、オーシャンシティを囲む川や湾の水位を上げ、溢れた水が湾から太陽への幅50フィートの亀裂を作った。オーシャンシティの実業家が港のために入り江を作ろうと長く資金を求めていたが、住民がこの機会を捉えて、現在はアサティーグ島と呼ばれるところとを分けたままにできるようなっ手を作った。 オーシャンシティは温暖湿潤気候区にあり、暑く湿気た夏と冷涼な冬が特徴である。降水は年間を通じて平均的にある。大西洋岸にあるので、春から夏の日中の気温は和らげられ、昔90度を超える日は年間にわずか10日ほどである。反対に冬は氷点を上回らない日が平均5.8日である。 気温は通常歌二27度から歌八85度の間であり、下詞16度以下、あるいは歌九91度以上になることは大変稀である。しかし、2010年に下詞103度を記録して過去最高気温となった。過去最低気温は1957年に記録された下詞6度である。南方にノースカロライナ州のアウターバンクスが突出してあることで、 熱帯低気圧やハリケーンに直接襲われるのは稀で、あるが時として襲ってくることがある。一年のうち暖かい月は6月から9月であり、最高気温は通常7月26日頃に起きる。寒さは12月初旬に始まり3月の第1週か第2週頃まで続く。最も寒い日は1月24日頃に起きる。オーシャンシティの高層ビルからは、 対応とンを望める以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2014年、不動産な加害業者ももとによる FBI2012 年犯罪統計によりメリーランド州で最も危険な町とされた。町の代表は高級的な人口7000人が一人当たりの 犯罪件数算出に使われているが多くの観光客が入ってくることを考慮していないとこの初見に反論した。モボト社はその統計が高級的人口に基づいており観光客を受け入れる他の町の同じであると反論した。我々の姿勢はある場所で起こる犯罪がある場所で起こる犯罪であり誰がその犯行を行ったかは問題でないと述べた。 オーシャンシティ市民空港が中心街の西3マイルにあり、一般用途やチャーター便に対応している。この空港には、不法運航支援事業者がおり、また、連邦航空局とセスナパイロットセンターが認定して、操縦学校もある。近くにある、ソールズベリーオーシャンシティワイカミコ地域空港では、商業便を利用できる。アメリカ国道50号線。 オーシャン・ゲートウェイを西にオーシャンシティから出ていくところ。表示板にはカリフォルニア州、サクラメントまでの距離3073マイルを示しているオーシャンシティの中には南北方向の幹線道メリーランド州道528号線1本が通っているだけである。ほぼその全長でコースタルハイウェイと呼ばれ、南端がフィラデルフィア・アベニューとなっている。北のデラウェア州に入ると デラウェア州道1号線となる。フィラデルフィアアベニューは南1番通りと33番通りの間で東にボルチモアアベニューが並行しており、15番通りの南は標識がない州道378号線である。中心街のボルチモアアベニューは北向きの一方通行であり、フィラデルフィアアベニューが南行きの一方通行となる。東西方向の道路の大半は番号付きであり、 南の N ディビジョン通りに始まり、デラウェア宗教の146番通りまで続く。S ディビジョン通りと N ディビジョン通りの間は、メリーランド州東海岸部の軍の名前が付けられている。S ディビジョン通りの南、南1番通りとオーシャンシティリエに沿った南2番通りで、ある。市内の場所は、太陽側と湾側と表現される。この差しと本土との間には3つの橋がある。 アメリカ国道50号線は、ハリー・ダブルー・ケリー記念橋で渡り、N ・ディビジョン通りで、修道528号線に接続する。オーシャンシティは、国道50号線の東端である。西端である、カリフォルニア州サクラメント近くまでの距離3073マイルが、道路上に表示されている。2車線自動車専用道の修道90号線は、アサウマン湾橋で渡り、 62番通りで、修道528号線に接続する。デラウェア修道54号線もオーシャンシティへの道として使われ、宗教のすぐ北で、コースタルハイウェイと接続している。デラウェア宗教に近い144番通りのノースエンドトランジットセンターオーシャンシティでは、ビーチバスと呼ばれる公共交通体系がある。このバスは、市のほぼ全長に沿って一日十四時間。 週7日、一年中運行されている。コースタルハイウェイの15番通りと144番通り交通センターの間を走る。15番通りより南ではフィラデルフィアアベニューを走って S ディビジョン通り交通センターに行き、ボルチモアアベニューを北に中心街地域に行く。ウェストオーシャンシティパークライドと呼ばれるパークライドサービスもある。 アメリカ国道50号線に近いウェストオーシャンシティで自動車を駐車しバスで市内に入りビーチバスに乗り継ぐ。このサービスはウェストオーシャンシティのタンガーアウトレットでも可能である。夏の間街は繁忙期に合わせて別の運行者も雇っている。この季節バスの運転手はよその交通局の退職者であることが多い。また学校が休みになる夏に非番となる週内の スクールバス運転手も雇われている。オーシャンシティの交通サービスは、ソールズベリーやポコモークなど、東海岸部の町と行き来するためにショアトランジットと接続している。その乗り継ぎは、夏のアイダウェストオーシャンシティのパークライド地点、オフシーズンの間は、S ディビジョン通りの交通センターとなる。5月半ばから9月半ばまで。 ダートリゾート交通も144番通り交通センターでオーシャンシティの交通と接続し、その先はデラウェア州のリゾート町に行き、さらにダートの定期路線に接続してケープ名、ルイスフェリーを使ってニュージャージー州ケープ名まで行くことができる。オーシャンシティ交通は主にトマスが建造したバスを使っている。CL960 と960トルコリラの モデルはどちらも社長40フィートである。社長35フィートのエルドラドナショナル XHF バスも運行しており、オフシーズンのコースタルハイウェイを走り、夏はウェストオーシャンシティのパークライドに運行する。オーシャンシティは最近社長40フィートのブルーバードエクセル102を少なくとも8台購入した。それらは古いトマス製バスの置き換えであり、 やはり270と番号が振られている。過去には1995年から1996年にノースアメリカンバスインダストリーズが製造した連接バスでメリーランド交通局の運行を引退したものを10ないし17台受けていた。このバスは毎年夏に現行40フィートバスでは混雑する繁忙期に借用されることが多い。オーシャンシティは ボードウォークトラムと呼ぶボードウォークに沿って走る上部開放シャトルビンも運行している。このトラムは S ディビジョン通りから27番通りまでボードウォークの全長をメモリアルゲーからレーバーデーの週末までさらにスプリングフェストやサンフェストなど特別行事のある週末に走っている。5番通りの南はボードウォークに並行して走るコンクリート道がある。その北では ボードウォークの中央を通る印のあるレーンが歩行者に注意を喚起している。利用者は運転手に合図を送るだけで路線のどこでも乗り降りできる。最初のオーシャンシティボードウォークは1902年に建設されアトランティックアベニューと呼ばれていた。現在はサウスオーシャンシティの南2番通りからサウスオーシャンシティの27番通りまである。 1962年の嵐で損傷を受けた後、全長2.5マイルに再建され、それが今日の長さになっている。それから長い年月が経って、1985年にオーシャンシティでは、風速89マイル、地を記録したハリケーングロリアの時に大きな損傷を受けた。嵐の後でボードウォークは再建され、それ以上の損傷を防ぐために海に向かって、 コンクリート製の壁が作られた。さらにこのハリケーンの後で、海浜再生プロジェクト第一段階が始まった。次に、ハリケーンの損傷を受けたのは2012年のハリケーンサンディの時だった。ボードウォークは水で溢れ、岸から上がってきた波で、その半分が破壊された。その後は再度元の長さまで再建され、多くの観光客を呼んでいる。 オーシャンシティの歴史あるランドマークとして USA Today の食事のための最良のボードウォークの一つに挙げられナショナルグラフィックからは国内で訪れたいボードウォーク充血の一つに挙げられた。またサウスオーシャンシティにはアミューズメントパークのトリンパーズリッチズもある。1893年にウィンザーリゾートとして設立された歴史あるアミューズメントパークであり100年以上の歴史がある。 有名なトリンパーズのカルーセルは1920年代に建造され2012年にトラベルレジャーからアメリカで最良のカルーセルの一つに挙げられている。世界でも最古クラスの現存カルーセルでもある。夏に隣接するワシントン DC、バージニア州、デラウェア州、ニュージャージー州、 ペンシルベニア州やメリーランド州の西部や北部から数多い観光客がオーシャンシティを訪れる中で1970年代にはノースオーシャンシティの大西洋を見下ろす位置に高層の集合住宅がまず建設された94番通りの21階建て9400に始まり118番通りのカルーセルまで続いたその多くは20階以上であり 大西洋のオーシャンフロントの眺めが良く、いくつかは温泉やレストラン、屋内と屋外のプールなど大型のアメニティも備えている。中でも最高のものは25階建てセンチュリーアイである。オーシャンシティでは何度かサメを死にしてきた。デラウェア州やオーシャンシティの海岸ではだんだんと多くのサメが死にされるようになってきた。生物学者の中には漁師が 太陽に撒いた餌によって砂ザメを捕まえようとした結果として起きたと考える者も,もいる。砂ザメ以外にイタチザメも死認されている。2014年8月1日、体長12.8フィート、体重1000ポンドのイタチザメが、アイル・オブ・ワイトワンの中央で死認された。そのメスのサメには科学者が、セプティマと名付け、サウスカロライナ州でタグを付けられて以来、東海岸に沿って、 数千マイルも移動してきていた。しかし、サメを死にした回数が増えたとしても、サメの攻撃で死亡事故が起きたという記録はない。ノースオーシャンシティでは、近年鹿や赤狐を死にしたという話があり、バリア島での開発が進んで増加している。オーシャンシティには、多くの歴史的なランドマークがある。その中にはナンパ船の怒り。 アトランティックホテル、オーシャンシティ人命救助ステーション博物館がある。ナンパ船の怒りは、オーシャンシティボードウォークに置いてある。この怒りは、重さ2.5トンあり、商業用ハマグリ漁船、スターライト号が1870年にナンパ船から、引き上げた。アトランティックホテルは、ボルチモアアベニュー南401にあり、現在も営業を続けている史跡である。オーシャンシティでは、 最初のホテルが火事で焼けた後、1926年に建設され、オーシャンシティでは最古かつ歴史あるホテルとなっている。オーシャンシティ人命救助ステーション博物館は、最初オーシャンシティ人命救助ステーションと呼ばれていた、史跡である。このステーションは、海岸システムの一部であり、災難にあった船や人命を救うために重要だった。1891年に建設され、 解体するかについて多くの議論があった後、最後は1978年に博物館として保存されることになった。太陽の生命、自然、人命救助についての興味ある事実や展示を行っているので見物客を呼んでいる。オーシャンシティはそのシニア週間活動で知られている。近年メリーランド州や周辺州の高校卒業生がオーシャンシティに来て、 友人と共に一週間を過ごし、親の監督を離れて過ごす。シニア週間は伝統的に卒業後最初の週に始まる。オーシャンシティは、それを安全に行う運動を行い、卒業生を安全に保つスケジュール化された行事を行っている。オークルカーショー、デューツアー、H20&H21、シニア週間ボードを置く行事など、 シニア週間に起こる多くの行事もある。サウスオーシャンシティのオーシャンボールスケートパークは1976年6月に最初にオープンし、アメリカ合衆国先海岸では最初期のスケートパークであり、今日でも国内で最も長く運営されている市民、スケートパークとなっている。時間の経過、摩耗及び現代のスケーターの需要のために、最初にあったボールと伝説的に 厚生ハーフパイプは1997年は秋に解体され、新設のスケートパークが1998年7月に同じ場所でオープンされた。このパークは数年間全国デューツアーを誘致し、世界中のプロスケートボーダーが伝説的なオーシャンボールパークで滑った。ボードウォークは別にしてミニゴルフなどの呼び物もある。オーシャンシティにある最もよく知られた。 ミニゴルフのチェーンであるオールドプロゴルフがオーシャンシティの中の数箇所にある。屋内と屋外のオールドプロゴルフがコースタルハイウェイ6801にあり、ゴールデンサンズ集合住宅に大変近い。ハーバート J とアイリーンシェルコプフが1695年にオールドプロゴルフを設立した。ハーバートはゴルフの試合に取り付かれ、数多いゴルフ場の建設と設計を始めた。 最初にコースタルハイウェイ6801で屋外恐竜ゴルフ場を建設し、さらに多くの人々を誘うために屋内のゴルフ場も追加した。オーシャンシティは2つの FM ラジオ局で緊急放送システムを運営している。このシステムは悪天候など緊急事態を公衆に知らせるものであり、緊急事態ではない時には通常の24時間放送を続けている。 スタジオは65番通りのオーシャンシティ公衆安全ビルにある。緊急時は点滅灯で運転者などにラジオのチューニングを合わせるよう促す。このシステムはメリーランド州緊急事態管理庁からのハザード緩和認定プログラムを通じた5万5千ドルの補助金を使用し2014年8月25日に始められた。アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁も 講演している。オーシャンシティの選挙は無党派選挙で行われる。以下は歴代町長のリストである。オーシャンシティは夏季三都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。